んで、またまた、モンベルさんに行ってきて、買ってきましたよ。まあ、小物って言ったらいいんだろう。着るものの小物。ん？何これ？この3点です。もう、凍傷になってビビりまくってるんで。あのね、多分ですけどね、低山でも、テント泊とかしたら意外と寒いと思うんですよ。僕の経験上ね。で、僕自体がもう寒暖差アレルギーで寒がりでみたいな感じなんで。んで、なんかいろいろその勉強していくと、まあ下着ですよね。下着もちょっとちゃんとしたウール系のやつの方がええんちゃうか思って。で、何かって言ったら、僕は綿のトランクスを履いてるんですよ。んで、やっぱりそこら辺も寒さの原因、まあ原因ではないねんけど、もっとそこら辺を改善していったら温まるん違うかなと思って、とりあえずパンツをちょっと買ってみました。で、あとですね、これですね、でシャツですね、半袖のシャツでメリノウールで買いました。もう結構ね痛いんですけどね、だいぶお財布的に。でもやっぱりちゃんとしたやつを買っといた方がいいかなと思って。で、あとあれですね、靴下もうこの分かれてるやつを一回ちょっと試してみようかなと思って。で、いろいろとあったんですけど、まあ、厚手、普通の登山は基本的にはモンベルでしたら、何やろ、4種類、5種類か、4種類か5種類ぐらいあったんですよ。で、厚手が、まあ、登山系みたいな感じで。で、極厚でもあったんで、それでもええかなと思ったんやけど、まあ、一回念のために試しでちょっと使ってみようかなと思ってこれを買いました。これ結構良さそうでしょ、メリノウールで。なんかもう一種類なんかありましたわ。それはなんか速乾性となんか書いてたんですけど、多分その暖かいというよりもその汗をちゃんとやって、んでなんか防臭みたいな感じで。僕それよりも、そんな僕実はそんな足匂ったりとかしないんで、多分ね汗があんまり出ないと思うんですわ。で、だからこっちのメルノウールの方を購入しました。これをちょっと試してみたいと思います。これいいでしょう。こんな感じです。ドローン空撮旅人のタヌキニャン。これ厚手のメリノウールを購入しました。まあまあ高かったです。1万円ぐらいかな、9350円になります。で、これなんで買ったか言ったら、ダブルメリノウールを試してみたいなと思って。僕まあ T シャツ長袖のメリノウール、んでフリースのハードシェルで構成してたんですよね。で、でもやっぱり重たいし、で、僕ね、フリースがね、どうしてもね、結構 YouTuber さん、勧められとったから買ったんですけど、フリースがどうしてもね、寒いんですよ。なんか、あれ、風通すでしょ、なんかスースー。でも、なんか、暖かくはないねんけどなとか思いながらずっと使ってて、でもフリースやめようかなと思って。で、ついでにそれやったら一回、僕寒がりなんで、メリノで一回ダブルメリノでちょっと試してみようかなと思って購入したんですよ。で、これかつね、
ここ。これ、ここ、チャックで、空輸まで行けるんですけど、チャックで調整できるんで、厚さも多少ながらも調整できると思うんですよ。それで買ったんですよ。9300円で高いけど。で、かつ、ちょっと大きめ。基本的には、インナー僕、M でいけるんですけど、これ L をちょっと一回りでっかいを購入して、で、T シャツメリの長袖で、こいつメリノの長袖で構成しようかなと。で、ハードシェルという形で。で、ハードシェルは一応、モンベルさんの一番、レベル低いやつなんですけど、ただなんかドライテックって言って、保温性がついたハードシェルなんですよ。だから、結構、あれ着ても暑いんですね。で、僕は雪山登山やってる、2回ほどやってるんですけど、まあまあ、運が良かって、晴れた状態が多かって、結構ハードシェルとか脱いだりとかするんですね。で、そうなってくると、で、バックパックとかに入れると結構重たいんで、で、なんかもうちょっと創意工夫できへんかなと思って、服で。ほんで、よう考えたらメリの僕好きになったんで、めっちゃあったかいんで、で、それでこれを買ったんですよ。で、これで一回ちょっと試してみようかなと思いました。これです。これいいでしょ、ここ。で、来たらこんな感じです。まあ、M でも、そんなブカブカではないですね。で、ここの下がね、ちょっと、長いですけど、長くなるんですけど、こんな感じで。で、雪山やってはる人やったら分かると思うんですけど、あれじゃないですか、天気によって全然温度変わってくるんで、なんか吹雪の時めっちゃ寒いのに、天気になったらその反射熱でしょうね、めっちゃ暑いんですよ。ほんで、あと、もちろん動いてるっていうのもあるんですけど、んで、それでね、だいぶ、ほんで、それで、ハイネックの、かつ、ハイネックで、暑かったら地獄じゃないですか。だから、ハイネックのこれが良かったんですよ。一応考えてますよ。こんなアホでも。んで、暑くなったら、一応これで、多少なりとも調整できるかなと思って。んで、また、また寒くなってきたら、こんな感じで、いけるんで、これいいかなと思って、これがね、ないんですよ。モンベルさんしかなくて、もちろん、めっちゃ探したらあるかもわかんないんですけど、なかなかなかったんですわ。で、これが一番良くて、暑くなってきたら、こうやって調整できるし、で、寒くなったら、ハイネックになるし、そんな感じです。で、来た感じは、僕は耐えれますけど、多少チクチクします。多少ですよ。多少チクチクする、しますね。もしかしたら洗濯何回かしていくと、マシになるかもわかんないです。それはちょっとわかんないですけど、そんな感じですね。でもこれは僕、ほんまに、機能的にいいかなと。これ絶対いいよね。暑かったくらいとか。で、ここから熱気とかが、外に出せるんで、いいと思います。で、重さですね。236g になります。まあ、235g なんで、まあ、誤差の範囲ですね。そんな感じですわ。あとね、洗濯はできるみたいですね。洗濯はできる。アイロンはあかん。洗濯は
洗濯は30度以下で大丈夫です。もう四角とないの、もういけるやろ、ガイドはあかんねんな。そんな感じです。だから、はい、こんな感じですね。ちょっと線がラインが入ってモンベルの手袋を持ってるんですけど、これで僕よくちょっとアホなんでよく手袋を落とすんですよ。でそれでなんかモンベルさんでなんかその手袋の紐を購入してきました。こんな感じでこれでできるという、そうしたら落とさなくてもいいという。特に撮影してる方とか結構手袋を外すと思うんですよ。なのでようね撮影して手袋外して毎回毎回どっか行ったどっか行ったりってあったあった言って結構それで時間かかるんで、それで購入しました。なんかね僕ちょっとほんまにバカなんでしょうね。なんかカメラで撮影しようとしたらカメラに意識がいてしまって、でなんか無意識になんか手袋を置いたりポケットの中に入れたりなんかしてしまうので、それでなんか落としたりとかどっか行ったりとかするので購入しました。グローブのループに通しコードロックを調整して手首を通します。手首を通す、ちょっと難しい。なるほど、こんな感じ。これがなんかあんまり意味が分かれへん。これがループやな、多分。ここに通すと、でもこれなんやもんね。もうコードロックこっちやな、こっちに来てる。手のとこやな。んでだからこれでこうや。んで手のところにかけると。あ、これを持ってね。んでこうか。ほんなら、いきますよっていう感じですね。こんな感じです。ドローン空撮旅人のカリンだけど何？これ。これがいいんですよ。持ってるんですけど、一本、モーベルさんのやつを。で僕は普通のメガネもやってるんで、日本で行ったろうもんね。大丈夫なの？大丈夫さ。こんな感じでどうでしょう。冬にええかなと思って、こうです。
210。ここが両方わかんないな。なるほど。また巻くだけか。もうちょっとストレッチ効いてますね。これでもやりにくいぞ。意外と。これやっぱ行き過ぎたらあかんない。むずいなこれ。これでもこんなんでええかほんまに。こんな感じです。これで温まります。ドローン空撮旅人は観光旅行の絶景のドローン空撮、キャンプや登山の癒しの風景やギア道具などの動画を上げていきますので、よければグッドおよびチャンネル登録、呼び人登録よろしくお願いいたします。